これはですね、音読ブラックサンっていうですね、新しいシリーズで、まあ俺じゃなくてもいいんですけど、まあ他に読む人もいないので、私がですね、まあ、自分が割と気に入った本を朗読するっていう新しいシリーズになります。割とランダムなんだけれども、ちょっとできるだけ最近近いタイミングで出た本を取り上げたいなっていうふうに思ってやってるのと、まあ、あと、まあ、朗読通となんか割と文芸寄りのものが多いかなっていうふうな気がするので、なんかちょっとその 文芸的なことをやりたいっていうわけでも ないので、もうちょっと広い観点から自分の興味のある本を選んでみた見るっていうふうなことにしたいので、表現みたいなものっていうのがどうしてってこう自分の言葉で自分の考えを述べるみたいなことになってるのが、やっぱなんかちょっと しんどいご時世だなっていうふうな気持ちがあって、でもうちょっとそのなんていうのかな、人の書いた言葉を例えば他の人間が読むみたいな、なんかそういう間接性みたいなことから、なんていうんだろう、ただこう一対一で本と向き合うっていう、黙読するっていうのとはちょっと違うところに、なんかそのテキストの内容みたいなものが届いたりするんじゃないのかなっていうふうなことを思って、やってみようと思った、まあそういう実験ってほどの実験でもないですけど、まあそういうトライアル